皆さんこんにちは。今回は逆からクイズです。問題がすべて上下逆さまに出題されていますので、よく見て解いてくださいね。問題は全部で10問ありますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。みという漢字です。違う漢字を見つけてください。終了です。答え合わせです。ここに己という漢字がありました。このように問題がすべて逆さまになっています。紛らわしい問題ですが、よく見ながら解いてみてくださいね。2問目です。怒るという漢字です。違う漢字を見つけてください。終了です。答え合わせです。ここに許すという漢字がありましたね。見つけることができましたか？次は計算問題です。それではやってみましょう。3問目です。計算をしてください。終了です。答え合わせです。正解は13でした。正解できましたか？次も計算問題ですよ。少し難しくなります。4問目です。計算をしてください。終了です。答え合わせです。正解は20でした。逆さまの問題に慣れてきたでしょうか？次も計算問題です。また難しくなりますよ。5問目です。計算をしてください。終了です。答え合わせです。正解は2でした。正解できましたか？掛け算や割り算も加わって少し難しくなりましたね。次も計算問題ですよ。今度は問題がひらがなになっています。それではやってみましょう。6問目です。計算をしてください。
終了です。答え合わせです。正解は17でした。ひらがなになっているのでさらに難しくなりましたね。次もひらがなで問題を出しますよ。7問目です。計算をしてください。終了です。答え合わせです。正解は32でした。制限時間内に解けましたか？次も同じような計算問題です。さらにレベルアップしますよ。8問目です。計算をしてください。終了です。答え合わせです。正解は5でした。文字が逆さまになった計算問題は難しく感じますね。次は間違い探しですよ。9問目です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。1つ目は、お父さんの持っているお皿にトマトが増えていましたね。2つ目は、男の子の持っているおにぎりの海苔が小さくなっていましたね。3つ目は、お母さんの結んでいる髪のゴムが黄色に変わっていましたよ。何個見つけられましたか？次も間違い探しです。それではやってみましょう。10問目です。違うところを3箇所探してください。終了です。答え合わせです。1つ目は、時計の針がなくなっていましたね。2つ目は、熊の横にあった光が1つ消えていました。3つ目は、熊の帽子から飾りがなくなっていましたね。3つとも見つけられましたか？最後におまけの問題です。20秒で計算をしてください。終了です。いかがでしたか？答えは以前紹介した動画にあります。概要欄に URL を記載していますので、そちらをご覧くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。解いた感想をコメントしてくださいね。高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。
ホームページで無料プリントを配布していますので、ぜひご覧ください。